サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。 FIFA ワールドカップグループステージ第1節のこの一戦、見逃すわけにはいかない試合になりそうですね。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。こちらが日本のスターティングメンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。韓国のスターティングメンバーを見ていきましょう。このチームのプレースタイルについて様々な意見があるようですが、守備が消極的すぎるとの声もあるようです。今日もそんな戦術になるのでしょうか。ラインを下げ、相手にボールをコントロールさせるイメージですね。逆に考えると、バイタル以外で好きにボールを持たせてゴールを守りきる自信があるという見方もできますよ。さあ、キックオフです。 FIFA ワールドカップグループステージの試合が始まりました。ここは自分で持ち込みます。ここはシュートチャンス、止めた。キーパー止めました。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。長谷川、狙った、決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。このシュートはすごい威力でしたね。ボールの芯を捉えています。これは波のキーパーじゃ取れないでしょう。イム、キムヘリ、シム、ヒヨジョーチュ、アタッキングサードにボールを運びます。さあ、相手の守備をどう崩してくるのか。同点になるのか。決まった。失点の直後に試合を振り出しに戻しました。映像が来ました。丁寧にパスをつないで相手の隙をうかがっていましたね。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。林ほのか、さあ攻守交代です。
林穂乃香。ここで打ちたい、あわやという場面でしたがタックルで防ぎました。味方がサポートに来ます。ここはオフサイドの判定です。もう一歩待って飛び出せばチャンスになっていたでしょう。3、いい連携です。絶好のチャンス、中には入りません。クロスをブロック、これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターになります。早く戻らないと防ぎきれません。チョソヒョン、シム、イム、チソヨン、ロブで裏を狙います。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ドリブルで進みます。シュート、キーパーは止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。ショートコーナーを選択。どんなプレーを狙っているでしょうか。あっと、ここで旗が上がりました。このゴールは認められません。厳しい判定に思いますが、わずかに飛び出しが早かったようですね。これは抗議しても覆らないでしょう。さあ、アタッキングサードに攻め込み、相手のゴールを伺っています。いい攻撃でしたが、ここでボールを失います。林、美しいパスですね。いい流れに見えましたが、フィニッシュには至りません。簡単にはボールを失いません。田中、ボールを前に運んでいます。キーパーが止めました。ファインセーブです。おっと、ショートコーナーです。慎重にボールを動かしています。危険な位置でしたがタックルでダッシュ。ジャンスルギ、チョソヒョン、ボールを回してチャンスを伺います。これはナイスカット、窮地を出しました。さあ、カウンターで一気に行きたい。林穂乃香、どこから崩すのか。ディフェンスが奪い返します。はたいて渡すこともできます。ここで副審がオフサイドを示しました。このゴールは認められません。セーフかなと思ったんですが、厳しい判定ですね。まあ、これは仕方のないことなので、次のプレーに集中した方がいいでしょう。
チェユリ、これは見事なインターセプト。カウンターを狙っても面白そうです。相手の守備が戻れていません。フィニッシュ、ポストに直撃、決まった。これで再びリードします。この距離では外さないでしょうね。キーパーはなすすべのない局面でした。ああなる前に何とかしておきたかったですね。チソヨン、危険な位置です。緊張感が増してきます。攻め込んでいったものの、ここで相手のディフェンダーに捕まります。林、さあディフェンスが戻る前に一気に攻めたい。サポーターも大声でシュートを求めています。決まった、ゴール。これで2点差。チームに勢いが生まれています。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールへと攻め上がります。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ディフェンダーがしっかりマークしていました。遠藤、ここはカウンターのチャンスか。カウンターから得点できるか。おっと、相手ボールになります。うまく組み立てていたんですけどね。セヨン、オフサイドフラッグが上がりました。オフサイドです。セヨン、アタッキングサードにボールを運びます。さあ相手の守備をどう崩してくるのか。危ないシーンも見事な読みで対処しました。速攻のチャンスです。ドリブルで果敢に攻め込みます。チャンスに見えたんですが、ここでポゼッションは相手側となりました。これは決めたい。チソヨン、流れに乗ってまずは同点といきたいところでしょう。リプレイを見てみましょう。ショートパスを細かくつないで相手を崩しましたね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。高橋、ボールをドリブルで運んでいます。
ボックス付近の味方に入れてきた。わずかにオフサイドだったようです。これはもったいない。そろそろ前半も終了かという時間帯。今のところ試合をリードしているのは日本です。3点取っているので攻撃は絶好調ですね。しかしチャンスメイクができているものの失点が多いことが気になります。主導権を手放さないためにも前半はこれ以上の失点を避けるようもう少し守備にも意識を置くべきでしょう。ここでなんとかボールに寄せてきました。田中美南、田中、遠藤、林、このパスは鮮やか。林、ゴー、さらに追加点。これでリードは2点に開きます。この距離でシュートを打たれたらゴールキーパーはどうしようもありません。チェユリ、ソン、体を張ってボールをキープしています。追い上げなるか。キーパーのダイビングセーブ。全身を伸ばしてボールに飛びつきました。このコーナーは誰に蹴るか。前半の終了を示すホイッスルが鳴り響きました。さあキックオフ。 FIFA ワールドカップグループステージのこの試合、後半戦スタートです。さあここからどう組み立てていくのか。チェユリ、いい寄せです。さあここは素早く攻めたい。チャンスを生かすことができるか。このカウンターは不発に終わりました。長谷川、相手のゴール前でパスを回します。高橋、ここはディフェンスが対応します。チョソヒョン、ソン、サポートを使えそうです。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。セヨン、ソン、さあスタジアムのテンションが上がります。林穂乃香、田中、これは勇気のいるタックルです。ソン、カウンターのチャンス。
ここは決めたい。セヨン、チャンス、止めました。キーパーがゴールを死守します。目の前で放たれたシュートをよく防ぎましたね。スーパーセーブです。コーナーからエリア内へ、杉田ひな、ボールを持って上がります。タッチラインの外へ押し出されました。スローインになります。ここで選手交代があります。日を常駐、シム、さあボールを前へ運び相手の隙を伺います。これは打つしかない。いいタックルでしたがまだピンチです。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。チソヨン、チョソヒョン、ボールを運んでいます。入った。このシュートはすごい威力でしたね。ボールの芯を捉えています。これは波のキーパーじゃ取れないでしょう。杉田、このパスは通しません。イグンミン、いいパスを出しました。ディフェンスをかわした。チェユリ、追いつくチャンスだ。決まるかと思いましたが見事なタックルでした。田中美奈、田中、さあ抜いてきた。チャンスです。素晴らしいタックル、ピンチの芽を摘み取りました。ポゼッションが相手に移ります。さあ相手陣内に攻め込んでいきます。ここから何を見せてくれるのか。あとは打つだけ。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。チェユリー、ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。コーナーキックを蹴った。これはクリアしきれていません。このボールは決定的。守りきれるか。キーパーが簡単に止めます。いやー今のはもったいない。至近距離からの得点のチャンスを無駄にしてしまいましたね。今のが決まっていれば試合は振り出しに戻っていましたね。相手キーパーのスーパーセーブでした。見事なテクニック、いやー見せてくれますね。セヨン、イグンミン、ドリブルでピッチを駆け上がります。決めれば同点。
ここはキーパーが処理。ちょっとタッチが大きくなりすぎましたね。田中、林、相手をかわします。ディフェンダーがしっかりマークしていました。このボールは外に出てスローインでの再開となります。ベンチに動きがありそうです。チョソヒョン、チソヨン、イグミ、同点に追いつくチャンスを伺っています。どのタイミングでボールを前に入れてくるでしょうか。さてゲームもいよいよ終盤を迎えています。現在リードしているのは日本ですが、その差はわずかです。かなりのハイスコアゲームになりましたが、腹落ちてリードしていますね。時間がない中でこの1点が有利に働きます。とにかく今日は守備が不安定なので、この先はミスなくしっかり守ることが肝心でしょう。イグミン、決定的なパスは通しません。落ち着いて対応しました。さあ残された時間はあとわずかです。ここから同点ゴールに結びつけられるでしょうか。これはキーパーのファインセーブ。試合時間も残りわずか、コーナーキックを取りましたので、ここは同点のチャンスです。ボールを入れた。クリアで対応しましたが、まだ危険な状況です。決まるか。決まった。同点です。同点。まだ時間はあります。次のゴールはあるのか。クリアするならもっとはっきりクリアしないとダメですね。中途半端なプレーが危機を招き、相手に決められてしまいました。ちょっと集中力を欠いているんじゃないでしょうか。こうなったら逆転まで行くしかないでしょう。スタンドからは歓声とため息がこだまします。最後のチャンスになるでしょうか。ゴール入った。ゴール。浮いたボールを体をひねりながらシュートしてきました。なんというテクニックでしょう。リプレイを見てみましょう。この高い精度のクロスが決定機につながります。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。試合終盤でついに均衡が崩れました。果たしてこの1点が決勝点となるのでしょうか。キムヘリ、シム、チョソヒョン、チセヨン。時間はもうほとんど残されていません。このプレーで同点に追いつきたいところでしょう。ボールをうまくキープします。抜いてきたぞ。いけそうだ。フィニッシュに持ち込ませない。タックルで阻止しました。スルーパスで裏を狙う。ここはシュートを外してしまいました。オフサイドフラッグが上がっています。はい、ちょっとタイミングが早すぎたんですね。得点チャンスだっただけに惜しいシーンでした。
プレッシャーに負けずボールを守っています。体を入れてボールを守っています。3ボールを自分で運んでいきます。ここでディフェンダーが相手の攻撃を断ち切りました。まずはこのコーナーで同点にしたい。コーナーからエリア内へ、これは相手がブロック、クロスを入れさせません。ボールを取られません。強いですね。ここで取り返す。体をうまく使ってボールをキープしています。熊谷咲希、田中美奈、どこまでドリブルするのでしょうか。ここで試合終了のホイッスル。 FIFA ワールドカップのこの一戦、チームは期待通りに勝利を収めました。いや、非常に白熱した展開でしたね。試合終盤に劇的な決勝ゴールが決まりました。最後まで何があるかわからない、これぞサッカーといった試合でしたね。